Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii Japanese series. Konnichiwa Hawaii, an all Japanese broadcasting screaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Ms. Chikako Nago, office manager of EM Hawaii. Konnichiwa, minasan. だんだんホノルルから、お届けしております日本語の放送第2回目は、EM ハワイの名護千佳子さんをスタジオにお招きしてお話をお聞きしたいと思います。名護さん、今日はお忙しいところありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、で EM というのは、はい、エフェクティブマイクロオーガニズムという難しい名前なんですが、そうですね、一体何なんでしょうか。これはですね、はい、有用微生物群の略なんですね、はい、エフェクティブというのは有用、はい、有用、はい、でマイクロオーガニズムというのは微生物、はい、マイクロオーガニズムズですね。そうですね、はい、まあ、良い微生物を集めて共生したものが EM なんですね、はい、簡単に言うと良い微生物を集めたもの、はい、共生、共生、一緒に住むということ、はいはい、そうですね、はいはい、で私たちの健康や環境にとって良い働きをしてくれる微生物、はいはい、こういったのが良い微生物、はい、まあ、善玉菌とも言われますけれども善玉菌、はいはい、で私たちは微生物の中も周りには全部微生物だらけなんですけれども、はい、まあ、いい菌悪い菌、はい、真ん中の日和見菌というのがあるんですけれども、日和見菌、日和見菌、はい、どっちつかずの菌があるんですけど、いい方になっちゃおうかなとか悪い方になっちゃおうかなっていう真ん中菌みたいな、真ん中菌みたいな、はいはい、善玉菌、はい、悪玉菌、そして日和見菌というのがあるんですけれども、はいはい、EM は、善玉菌の方ですね、うん、良い微生物の集まり、はい、大きく分けて3つあります、はい、光合成細菌、光合成、はい、で乳酸菌、うん、ヨーグルトなんかですね。そうですね、はい、で酵母菌、酵母菌、はい、あ、こう発酵させる菌ですね。そうですね、発酵型の菌のことを言います、はい、なるほど、はい、最初の光合成菌っていうのは、うん、こう緑になった太陽を取り入れる、そうなんですよ、昔理科でやった光合成って皆さん聞いたことあると思うんですけれども、はいはい、光合成細菌は、うん、私たちの地球古代からある微生物なんですね。そうなんですね。じゃあ菌って言っても微生物っていうふうに考えた方がそうですね、いいんでしょうかね。なんか菌っていうと、菌というとね、どういったイメージ持っていますか。なんかちょっとバイ菌っていう感じで、はい、除菌とかね、そうですね、きれいにしなくちゃっていうとか、なんか病気を起こすんじゃないかとか、はい、病原菌ですね、病原菌ですね、はいはい、うん、ところがですね、はい、菌と言いましても、うん、私たちの暮らしにすごい身近なもので、はい、実は良い働きをする菌がたくさんあるんですよね、はい、そうなんですね、今日は千佳子さんに、その EM を簡単にですね短く、紹介してくださる、ビデオを持ってきていただいたので、はい、皆さんにもお見せしたいと思います。 If you can show the、brief video here。私たちが普段生活しているこの世界は目に見えない微生物たちであふれています。微生物は生態系ピラミッドの底辺にいる生き物、微生物の数や種類が増えれば生態系すべてが豊かになるのです。そんな自然界にいる微生物の中から乳酸菌、酵母、光合成細菌などの良い微生物を選び共生させることによって生み出されたのが EM です。 EM を土にまくと EM が有機物を発酵してくれます。土の中にいる微生物たちがそれを餌にして増えていきます。EM が作り出した有用な成分も他の微生物たちの活性化をサポートします。微生物が増えればミミズなど他の生き物も増え、ホクホクの豊かな土になります。水の場合も働きは同じ。ヘドロなどを分解することで水質がきれいになり、いろんな生き物が戻ってきます。
EM は匂いや汚れにも効果を発揮します。 EM に含まれる有機酸が空気中でアンモニアなどの匂い成分を中和します。さらに EM や EM が作り出した酵素が匂いや汚れの元を分解。習慣的に使うことで嫌な匂いや汚れがつきにくい快適な空間にします。土が良くなることで安全で美味しい野菜ができます。水がきれいになることで養殖でも健康なエビや魚が育ちます。匂いが減ることで環境が改善され、牛や鳥が元気に育ち、美味しいお肉や卵が作れます。小さな微生物たちの力を日々の暮らしに活用することは、大きな地球環境を良くすることにつながるのです。ということで、EM というのは、はい、その水だけではない、はい、土だけでもない、はい、空気も、空気もそして野菜とかお魚とかいろんなところに有用に働く、ね、ということがこのビデオでわかるんですが、このすごいこう、元気なオールマイティの微生物はどっから来たんですか？うん、はい、これはですね、はい、30年以上も前に、はい、琉球大学 の名誉教授でいらっしゃる、比嘉輝夫教授、まあ、現在は明王大学国際 EM 技術センターの所長をしていらっしゃるんですけれども、はい、比嘉教授によって開発されました。はい、比嘉教授っていうのは微生物を研究されていた方なんですか？実は比嘉先生はですね、はい、農業博士でいらっしゃいまして、はいはい、沖縄のですね、北部の方でお生まれになって、はい、ちょうど1941年、はい、ちょうど太平洋戦争終わった。そうですね、はいはい、で始まったぐらいですか？そうですね、はい、でその頃、まあ、沖縄は何もない時代だったんですね、うん、はい、でおじい様が実はハワイ移民で、うん、はい、ハワイで苦労されたということは、沖縄からハワイに来てたという方だったんですね。そうです、はい、で、はい、そして日本に、まあ、沖縄に帰って、はい、行ったんですけれども、はい、ハワイのアメリカ式の農業を、はいはい、比嘉先生が小さい時に、はい、比嘉少年に教えてくださったということですよね。おじい様からね。そうなんです、はいはい、で比嘉先生は小さい頃から農業が大好きで、はい、で沖縄の農業の発展のためならということで、うん、すごく情熱を持ってですね、うん、発展に努めた方なんですよ。うん、でその、うん、ハワイからその微生物か何かを持って帰ったんですか？え、そういうことではなくって、はい、まあ、アメリカ式の、有効な有用、何ですかね、効率的な農業の仕方を、うんうん、まあ、持っていったということですよね。はい、じゃあその農業の研究家をしてらした方がどうやってその微生物の混合っていうんですか、うん、そこに行き着いたんでしょうか？はい、比嘉先生はですね、うん、まあ農業の発展のためなら、はい、まあ、何にでもということで、はい、実は化学肥料ですとか、うん、農薬、うん、派だったんですね。はい、で当時はその農薬を使ったり、はい、化学肥料を使うとすごい成果が出たということで、うん、はい、いろんな研究をされたんですね。うんうん、で研究をされているうちに、はい、まあ、みかんの研究をしていて、うん、でその時にいろいろな農薬を試してみた。沖縄でみかんが取れるんですね。え、実はですね、沖縄の北部の方ではみかんの有名なところなんですね。はい、そうなんですね。はい、で先生は大学院で、うん、みかんの研究をされていたんですね。はい、でその中で毎日農薬を使うにつれて、うん、ご自分の体がだんだん悪くなってきた。要するに農薬に負けてしまったわけですよ。研究者自身が農薬にやられてしまった、ね、はい、ということで、はい、当時ですね、うん、アメリカの科学者でありますレイチョー・カーソンの沈黙の春という、はいはい、有名な本がありますよね、はい、環境自然、はい、でその本に、うん、まあ、感銘を受けてということでですね、はいはい、まあ、農薬を使う農業には限りがあるということを感じられて、うん、はい、そこから、はい、微生物を使った、はい、
まあ、研究をされていったわけです。はい、そう、先ほどの話だとその光合成菌ですか、光合成細菌、はい、それから酵母とそれから乳酸菌、乳酸菌で、そういうこうなんかなんとなく菌な感じのね、そこにありそうなんじゃないですか。で、普通の人がそういう菌をこう混ぜてなんかできるんですか、カクテルみたいな。それカクテルのようなんですけれども、はい、それはなかなか難しいことで、はい、先ほど申し上げたようにもう菌の種類っていうのはたくさんあるんですね、うん、もういろんな種類があって、うん、で比嘉先生もその、いい菌と、まあ、ちょっと危ない菌とを分けて、うん、で安全な菌の方から、うん、まあ、いろいろ採取をして、うん、で、まあ組み合わせを作ったわけなんですけど、これをちょっと多くしたりとか短くしたりとか少なくしたりとかって、はい、でなかなか困難なこと で、うん、でこの矯正された菌というのが、うん、ちょうどバランスよく、はい、一緒に生きているという形で出来上がっていったんですね。あ、まあ、これも本当に先生の努力、それから素晴らしい、まあ、勘といいますかね、はい、そういうふうにおっしゃってますけれども、はいはい、ちょっと勉強させていただいたら、そのこの EM 菌と EM というのは、うん、放射線量までも減らしてしまっている、はい、実際に成果が上がっている、特に福島などでっていう話を聞いたんですが、それは本当なんですか。本当です。これは、はい、はい、実はですね、はい、1980年代のチェルノブイリの原発事故、はい、ベラルーシの方でも、はい、EM がすでに使われていたんですね、はい、で政府のベラルーシ政府の方からも、うん、EM が放射線に効くというのは立証されています。あ、そうなんですね、はい、そうするともう何年も前から放射線の、改善というんですかね、はい、に使われていたと。それも日本だけではなくて他の国でもそういう成果が上がっていると。そうですね、放射線だけというか、はい、EM はですね、うん、世界100カ国以上で導入されていまして、うん、はい、で20カ国でもう国家プロジェクトとして、まあ、国のレベル、この、はい、ガバメントレベルの方で使われている、はい、で50カ国以上で生産されてます。先生、作られてますね、アメリカも含めて、はい、そうなんですね、はい、でそのやっぱりその作るって言ってもなんか工場みたいなところで作るんですか、それともなんか研究所みたいなところで作って、はい、そうですね、技術者の下で、でだカクテルだからやっぱりこう混合の率とかレートとかあるわけですよね。それを、まあ、企業秘密なのかもしれないですけど、それをじゃあいろんなところにこう配って、 そうですね、そこでそれぞれその土だとか海だとかっていうふうに、そういうふうにお使いになってるんですか。はい、東日本大震災の場合には、はい、もう震災の、まあ、直後ですね、うん、で東北の方にはボランティア、はい、EM を使って、はい、地域の環境を改善するというボランティアのグループがいくつかありましてですね、うん、はい、そのボランティアの方たちを中心に活動がされましてですね、うん、で EM が供給されるような、うん、仕組みを作ったわけですね。なるほど、はい、でそのボランティアの人たちっていうのはどういうふうにその EM のことを、うん、聞きつけたというか、どういうふうに EM が広がっていったかっていうことですね。もう EM は30年世の中に出て30年以上経ちますので、もちろん、店頭で売られてたりもしますけれども、はいはい、EM 研究機構の研究員の方々が技術提供のために日本各地、うん、そして世界中に技術の提供をしています。はい、ではここでちょっとお休みの休憩をさせていただきたいと思います。はい、日本語でお届けしています Think Tech Hawaii、Take a little break here and we'll be right back。Today we have a guest, EM Hawaii, Chikako Nago, Nago Chikako さんにおいでいただいています。休憩を取ります。Aloha, my name is Mark Shklov. I am the host of Think Tech Hawaii's Law Across the Sea. Law Across the Sea comes on every other Monday at 11 a.m. Please join us.I like to bring in guests that talk about all types of things that come across the sea to Hawaii. Not just law, love, people, ideas, history. Please join us for Law Across the Sea. Aloha.
Hi, my name is Bill Sharp, host of Asian Review, coming to you from Honolulu, Hawaii, right here in the center of the Pacific Ocean. Asian Review is the oldest of the 35 or so shows broadcast by ThinkTech Hawaii. We've been in production since 2009. Our goal is to provide you, the viewer, with information, breaking information about events in Asia. Asia being anything from Hawaii west to Pakistan, from the Russian Far East, south to Australia and New Zealand. We hope to see you every Monday afternoon at 5 p.m. We're back and we are live. I am your host, Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking about EM, Effective Microorganisms. ライブでお届けしております日本語 ThinkTech Hawaii, Konnichiwa Hawaii. 今日は EM Hawaii の長尾千佳子さんをお招きして、お助け有用微生物についてお話を伺っています。続けたいと思います。放射線を減らすというお話で、はい、ちょっと休憩前にお話いただいたんですが、そのボランティアの方たちがいろんなところでそれをやってるということですね。はい、それはどういう具体的にはどういうふうな、なんか例っていうのはあるんでしょうか。はい、はい、EM を河川ですとか池に投入したりですね、川とか池、そうですね、はい、川のさっきアニメーションで見たように、はいはい、下の方のヘドロっていうのがありますよね。はい、臭いやつですね。そうですね。はい、腐敗菌が溜まって、まあ、匂い、はい、悪臭を放したり、はい、まあ、そういったものを EM が食べてくれるということで、うん、食べちゃうんですか。食べるんですね。で、一番効果的なのが、はい、EM 団子っていうんですけど、泥団子。団子、はい、団子を作るんです。お団子ですね。そうなんです、はい、で EM ぼかしっていうのがありまして、はい、襖ですとか、あと、はい、ぬか、はいはい、ぬかに EM と、はい、EM の餌であります糖蜜、モラシスですね、モラシスをちょっと甘いものを入れるんですね。そうですね、入れて本当に団子ですね。そう、そのぼかしを作ったものをですね、はい、ぼかしと、あと、はい、泥団子、はい、泥をですね、こう、はい、昔ね、ちっちゃい時にこう泥団子入れましたね、はいはい、作って発酵させたものが、はい、EM の泥団子なんですけれども、はい、それをぼかしと呼んでるんですか。泥団子です。泥団子ですか。はい、EM 団子ですね、はいはい、でこれをですね、うん、まあ、河川にこう放り投げるんです。ポンと、はいはい、そうしますと液体だとこう流れてしまいますけれども、はい、お団子だと下まで沈みますね。はい、沈みますね。ヘドロのところに到達するわけですね。で、はい、そこでヘドロを分解するという仕組みになっていて、はいはい、で市民活動というかで行われているのが、うん、まあ、子どもたちですとか、はい、地域の方々を巻き込んで、はいはい、団子を作って、はい、たくさんの団子を作ってですね、はい、発酵させて、はい、でみんなで投げるという、もう至ってシンプルなやり方なんです。その発酵するにはどのぐらい時間がかかるんですか。そうですね、2週間ぐらいかかりますね。みんなで団子を作って、ね、こう並べとくんですか。でこう発酵してきたら、発酵するとですね、はい、表面に白っぽいこうカビが入ってくるんですけれども、はい、いい微生物がだんだん増えたということで、はいはい、じゃあ今から行くよみたいな感じで白いのが出てるんですね。はい、でそれをその川の端っこからピュンって投げるんですか。そうなんですよ。船かなんかに乗って投げるんですか。船で投げるやり方もありますし、はいはい、川岸の方から、うん、はい、皆さんで投げると。そういう具体的にその例があるんですか。どこでやってるんですか。はい、いろんなところでね、日本ではされてるんですけれども、はい、一番まあ、皆さんがよく知っている道頓堀。道頓堀、はい、大阪ですね。そうですね、はい、20年前は本当に臭かったんですよね。匂いがすごかったんですけど、はいはい、今本当綺麗になってます。それはそのぼかし団子、そうなんですね、おかげなんですか。これはですね、実はまあ、ボランティアに近いですけれども、はい、大阪湾の、はい、漁業組合の方々が、はいはい、まあ、政府の力も借りず、はい、自分たち の、はい、まあ、ポケットマネーでですね、はい、お金を出し合って、はい、でボランティアを募って団子を作って、はい、で発酵させたものを、はい、漁船を使って道頓堀まで行って、はい、で投げて、はい、で EM を投入してということで、はいはい、まあ、2年近くでですね、はい、もう道頓堀からずっと川に流れて、で大阪湾まですごくきれいになったっていう例もありますね。じゃあその漁師さんたちが自分のお船かなんかに乗ってこう、まあ、作って、そうですね、初めこう川上の方に投げて、
でそれがだんだんこういうふうに川下の方に、はい、湾の方にも綺麗になってきたと、そういう例なんですね。そうなんですね。そうなるとどうなるかって言いますと、はい、あの生態系が戻ってくるんです。はい、ということは、もともといたお魚ですとか、はい、貝だとか、はい、そういった生態系が戻ってきますし、鳥も戻ってきますし、もうそれはもうあの川が綺麗になった、海が綺麗になったっていうことですよね。じゃあなんか潮干狩りができるようになってきたとか。そうですね。例えば東京湾もね、綺麗になってきたって聞きます。そうなんですよ。それも何か EM に関係あるんですか？日本橋では毎週10トンの EM が投入されています。日本橋で、はいはい、そしてドボ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 と、はい、これもボランティアの方々、見返りを求めないボランティアの方々、はい、そして愛知県では、うん、あの堀川というあの、はい、川があるんですけれども、はい、ここでもあの、ま、地域の方々が EM 団子を作ったり、うん、EM を投入したりということで随分きれいになりましてですね、うん、あそうですね、で、以前は悪臭があったんですけれども、うん、あの今はすごくきれいになって、はい、川の近くにもカフェなんかできたりなんかしてる、あそうちょっと聞きました。ウォーターフロントの感じですね。はい、あのハワイもとてもきれいな場所ではありますけれど、やはりあの、ね、長くいらっしゃる方は分かると思うんですが、アラワイ運河などはなかなかねゴミも増えてきてますし、ちょっとヘドロの匂いがするなんていう話も聞きますが、うん、どうなんでしょう、そういうことはハワイではできないんですか？今のところですね、はい、あの国の法律で、うん、あの国というのはハワイですか？いやフェデラルの方、フェデラル、はい、連邦政府ですね。連邦政府 の、はい、あの決まりでですね、はい、水の中、例えば池とか川とか、うん、そういったところに、うん、あの何かを入れるということが禁じられているんですね。そういう、 こうルールがあるんですね。そうなんですね。ですから、まあ、家もそのまま投入したり団子を投げるということは、はい、あのまだできないんですけれども、あのいろんなね、うん、あの団体の方々たちがどうにかならないかということで、うん、今あのいろいろ 動いている途中です。なるほど、はい、あのじゃあ例えば海岸線なんかもね、この頃ちょっと汚れてきているとか、下水が ねハワイでも言われていますけれど、はい、そういう活動はやっぱできないんですか？じゃあ海は大丈夫なんですか？海はダメですと。海もダメ、はい、あじゃあ EM も今ハワイでは使えない、あのそういったところ池とか川とかには、うん、あの投入することはできないです。なるほど、はい、でもちょっと例えばその野菜を作るとか、土を良くするとか、そういうことはできるんですか？もちろんそうですね、はい、ですから各家庭で EM を使っていただくだけで、うん、もうあの環境の浄化に貢献していることになります。なるほど。でその家庭で作る場合はどういうふうに家庭ではですね、はい、はい、あのガーデニングですとか、はい、あとお家の掃除、はい、であのペット、はい、ペットのケアにもすごくいいですね。なんかシュッシュとかやっちゃうんですか？シュッシュ、そうですね、はい、で空気の、はい、あの空気の洗浄にもいいですね。あのなんかこう生ゴミがありますよね、その生ゴミに何かそれを混ぜて、はい、するとそれが土に還るとかいう話を聞いたんですけど、そうですね、それはどういうふうに、うん、生ゴミリサイクルができるっていうことなんですね、はいはい、であの EM をたくさん入ったあのぼかし、うん、EM ぼかしが必要になんです、はい、なってくるんですけれども、はい、さっきの団子の前ですか？そう、団子の前のやつですね、はい、EM ぼかしを、はい、あの使って生ゴミのリサイクル、はい、これは家庭で出るあの生ゴミですね、はい、まあ、お肉とか、はい、あのお野菜とか、はい、まあ、いろんなあの残飯でもよろしいですし、お肉系もいいんですか？大丈夫です。野菜だけじゃなくて、野菜だけじゃなくてお肉もいいし、お魚の骨でもいいし、はい、まあ、そういったものをですね、はい、捨てるのではなくって、うん、あのバケツに入れて、はい、で家もぼかしを、はい、あの混ぜて、はい、ぬか漬けをするようにね、はい、あのピックルをするようにですね、はい、漬物をするように、はい、あの発酵させていくわけです、はい、でその時にあのコンテナの中の空気が入らないようにちゃんと閉めていただきたいんですけれども、うん、まあ、こういったレイヤーを作っていって、はい、であの何日か発酵させて、はい、それからあの土に持っていって、はい、レイヤーっていうのはそんなこう、はい、ラザニア作るみたいに、え、こうあの、まあ、そうなんですけど、はい、あの適当にです、適当に、はい、じゃあ簡単にできると、生ゴミが出るたんびにあの入れて、でぼかしてきれいに混ぜて、はい、であの空気が入らないように封をする、はい、でそれは何日ぐらいかかります？その土に返すまでには。そうですね、2週間ぐらいで大丈夫です。あ、はい、じゃあそれを例えばお庭がある方とか、何なんでしょう、どっかコミュニティガーデンをなんかしてる方は その作って、それを土に戻すと大変なんかホクホクした土ができるというふうに聞きましたけど、はい、そういうことですね。あの土に混ぜて、うん、まあ、さらにあの2週間ぐらい熟成させておくと、うん、本当にホクホクとしたいい
肥料が、はい、あと今日ちょっとしていただいているこれは、はい、なんか EM のなんとかなんですよね。そうですね、EM 技術ですね、はいはい、こういうのにもして、そうですね、自分の体にもいいということなんですか。そうですね、はい、これは EM のセラミックなんですけれども、うん、まあ、EM が中に入ってて、ですごいいい波動を出すという、ね、どうで、はい、それではそろそろお時間が来たようなので最後の、はい、ちょっと EM にどういうふうにコンタクトしたらいいかとか、ね、はい、どういう活動をされているのかを簡単に言っていただくと、はい、EM ハワイでは毎月、ミニウォークショップ、セミナーを行っています。まあ、生ごみ処理ですとか、あと化学薬品を使わないでお掃除をしたい方、まあ、環境に優しいものをという方には EM はぴったりの商品ですので、ぜひ試してみていただきたいと思います。はい、それではお時間が来たようです。今日のゲスト EM ハワイの名護千佳子さん、有用微生物善玉細菌の EM のお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回の放送はハワイにあります遺族のサポートグループハグハワイのフロイド由紀さんをスタジオにお招きします。Okay, so we are about to finish this show, and I am your host, Yukari Kunise. Thank you very much, Ms. Chikako Nago. This is Konnichiwa Hawaii on Think Tank Hawaii. We are talking about effective microorganisms. And thank you very much for watching and participating in Japanese broadcast on Think Tank Hawaii. Stay tuned for more shows in Japanese on Konnichiwa Hawaii. You will hear about Japanese language bereavement group. It's called Hug Hawaii in the next show. Thank you for watching.